はい、どうも皆さん、こんにちは、トゥクロです。今日は黒タンでございますと。結構、いつだっけ？ちょっと前ですけど、なんか、スタンの大会とかでも結構上位出たりとか、やっぱ、黒タンは相変わらず、優秀というところで、私もたまに扱ってみようかなという感じで作りましたと。なんでしょう。あんまりこう、新しいカードっていうわけじゃないんで、全体的に。直近でその、なんだ、絶望将来とか、剣心になって絶望将来が入ってなくて弱体化されたとはいえ、大会の上位にも食い込む強さを誇っていると。PO1 なんで、ちょっとなんていうか、脅迫とかもメインで入れつつ、ギックスの命令2枚。全除去とかもできるようにして、プレインズウォーカーとしては、ソリンとブラスカとベリアナって感じですね。この3マナ域までの、墓地の侵入者とか、経営のとかは、鉄板かなって思います。あと、黒タンだったら潜伏資格工作に入れましょうかというところと、シェウラは当然4枚ですね。で、抹消者をちょっとメインから、1枚入れてるって感じです。BO3 とかだったらサイドインとかしてもいいかもしれないですね。で、ファイクシアの肉体ぐらいが、3枚か。っていう、なんか王道というか、王道な感じって言っていいのかな。除去まあ、がっつり4枚入れてもよかったんですけど、ちょっと3枚3枚のシェールの勅令2枚みたいな感じです。なんか最近青とかでもなんか高波エンジンとか結構出てくる、なんか印象多いんで、ちょっとのろ首3枚でいっかみたいな感じに、しましたと。いうとこっすかね。じゃあ、そんな感じで早速やっていこうと思います。対戦よろしくお願いいたします。黒タンも久々っすね。確かになんか大会とかでも上位入ってからまた黒タン自体増えた感はあるかもしれないですね。自分じゃ使ってなかったけど。これクリックしても何もなれねえな、向こうのペット。ようやく。さあ、赤タン対黒タンですね、これは。ほい。ショックか。相手は土地1枚だ。恐れることはない。ドーン。そくそ殴るわけにはいかないでしょう。これー。土地2枚目。変わった土地だな、これ。稲妻。で、全殴り。ほい。うい。うい。殴るかも。シェオルやっとく。残念だったな。こうでいっか。
さあさあ、あれ戦争術は持ってると。はい、はい、はい、マイナスにしといてからこっちも出しちゃうと。結構効果力は使ってるけど、まだあるんかな。さすがに終わるか。まあ、こいつやろうと思ったらね、3点払わないといけないから、そもそも。はい、まあ殴らないね。それは まあこっちだけ殴るか。はい、稲妻で払っていく。なるほど、つけてもらって。衝動捨てる。はい、戦争術はやっとく。で、土地出してどうなる。衝動、土地土地ね。ああ、終わった。あらーす。はい。いいんじゃなかろうか。おっと。まあ、2回目の巨額をどのタイミングで使うかがちょっとね。ああ、それはさすがにこっち。祝祭が出てくるから切り崩しで、お。そっちから出していく。ああ、まあ、切り崩し、ジェニーフェイには打てないから。まあ、こっち出しとくか。はいはい。温めていくスタイルですね。はい、こうしてとりあえず殴りますか。2点ね、これ。まあこれでいいですか。屈祭ワンドロー、土地から除去流フラッシュバック、まあ6マナだからまあまあほっといてもいいっしょ。ね、ちょっと脅迫をなんか今打つ意味があんまないかな。まあ一応念のため。でジミーフェイド出してくるから合わせていく。よいしょ、3以下なんでこいつもね。3マナで確かにこれ強いよな、シンプルに。あと1マナ足りない。まあそろそろ打っとくか。
土地土地あーまあ両方殴っていくか。守っていく。土地来たら終わりそうな気はせんでもないけど、まあ、まだわからんか。サイドインがあるしね。3マナ。ほう。当然殴る。ああ、なるほどね。X の命令、まあ、打てるようにはなりましたと。はい、よいしょ。よいしょ。うえぇ。2点はどれにできるんですか？これパワー2以下だっけ？パワー2以下全力いけんだっけ？はいはい、切るね。パワー2以下。反抗いらないから、まあ、これでいいか。はい。うん。やっぱ1ターン目の攻撃が強いよね、強ターンは。を出していく。はい。サリアかな。はい。はい。これベリエナ打てないのが超痛い。2マナね。でこっちも出しとくと。エレン。よいしょ。ああ。どうしよっか。こいつは殴って良さそうだな。普通に抹消者でもいいけどね。はい。余興とか入ってんのかな、これ。ほら、殴ってみ。コツ化されそうですけど。まあ土地来たらギックスの命令で1コロなんですけどね。あと1コロじゃなくなったことで。ああ、どうしよっか。ベリアの1とか逆にプラスから、いやプラスはない。
Haven't you ever heard of space? あれ、さっきマナー余ってたっけ？忘れちゃった。またか。ただ強くすんのは逆に逆効果な可能性あるからな、これ。まあ逆効果とは言わないけど、こいつ出てる限りきついからな。さあ迷ってます。ただ抹消者除去されたら一気にいかれるからな。めっちゃ見てるやん。はい、はいはい。ああ、ああ、どうしよっか。これ打って、エーデリンだけ除去っといて。でしよっか。とりあえずエーデリンが危ねえから。こうして、これでいいんじゃない？55摂氏反抗、はい、高単なやつを一体やっていく。こいつさえ除けられればね。こいつさえってことないけど、あー来ちゃった。鬱陶しいの来ちゃったよ。超兵士官ダニ、ダニがきつい。あー、めんどくせえな。まあ、どっちにしろあれ捨てるから。いや、まあこれで3、4にはできるのか。あー、でも危ないな。どうしよっか。まあ、いっか。これして。まあ、いいや。はい。アーチはちょっと危なかったけど、スクレルブがいるからきついな。ハンコンでず一生殴れるから。まずベリアノットシンクルだろうしね。で、サーチもできる。出たー。あー、なるほど。ああ、破壊不能ね。破壊不能も結構危なかったな。サリア。
当然サリアでブロック。まあずっと使えるのはいいんだけどね。出してもしょうがないのこれ。で次あたりベリアナ沈めてくるから、当然抹消者。さあスクレルブでプロテクションつけてくるでしょうかというところ。土地出していく。はい、プロテクションつけて殴る。さあ考えております。お、3体でいく。なんでなんでつけんかったんやろ。あ、だめ、こっちかな。まあ意味ないけど、どっか除去ありませんでした。完全プレミしたんじゃないそれ。第2でプロテクションつけて1体で殴るだけでよかったっていう。白ターンあんまり普段使わない感じなの。食らうぜそれ。なんだそれ。はい、完全知らなかった体だな。手っていうか知らなかったんだ。うわぁ、直霊は結構ありがたいな。さあ、ち。粗暴な聖戦士は良くないっすね。まあ、ベリアナ取りに行くか。この試合だけすげえ長いことになってる。うん、ベリアナできた。あー、ありがてえ。除去打ち放題だな、これ。まあ、これ出して。さあ、サクリタ前ってやって、Off you go。あ、でも2個唱えたら裏返っちゃうんか。まあ一回裏返してもいいけどね、逆に。
一旦構えよっか。はい、もう一個呪文唱えるかどうかってとこね。唱えていくで、唱えて裏返ったのがいいんかな。これで、殴るってタイミングの時に、配役者の抹消者を裏返したいから、とりあえずこれ1個だけ唱えといて、これだけ唱えといて、で、ターンもらって、裏返って、オラーってなって、あ、でもこの時でも呪文唱えなきゃいけなかった。だから、ちょっとそういう意味じゃまずったな。あー、最高じゃないか。まあ、これ殴っといていいか。殴ってで、裏返るのは良くないから、これだけやっとこうか。で、ダンショップで、殴る選択をした瞬間に、配役者の抹消者を返してくる。はい。誤報つけられるのが一番めんどくさい。はいはいはい。ああ、殴ってきましたね。よいしょ。当然こっち。さあ、二つサクってもらおうか。Fine. I know when I'm not wanted. まあ、土地土地でしょ。相手インスタントとか何にも入ってないのね。あらら、これまあ両方殴って終わりか、そもそも。あ、ミサじゃん。てか負けん、負けん出しときゃよかったんか。まあいいや、もうシーランピー、いいよ、いい、よっしゃ。最後完全に油断しました。まあ勝ちましたけど。はい、まあそんな感じでした。3戦以上長かったですけど、あ、ちょうどダイヤになったわ。まあ、やっぱ、なんでしょうね。結構粘り強いっすよね。なんか、そういう意味じゃ。まあ、完全抹消者様々って感じでしたけど。なんか、なんだかんだで、結構、粘れるというか、粘り強いなって感じでした。感想としては。で、なんか、プレイも、結構プレイも簡単だしね。まあ、見捨てたけど、僕も。はい。まあ、さすが、かなと思います。黒は、はい、単色だったらどうなんですかね。まあ白単黒単、うん、一番強いんかな。ちょっとその辺は分かんないですけど、はい。でも結構、まあ、あのそんな新しいカードっていうよりかは、あの結構前からねあるレアとか神話で作れるんで、あ、そういえば黒使ってねえから最近使ってねえから、そんなんていうんですか、最近使ってねえから、久々に掘り返したら実は
全部カード集まってるみたいな人とかもね、いると思うんで、そういう人もやってみたらいいんじゃないでしょうか。はい、そんなとこですかね。動画面白かった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。